はい、皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間でございます。今日はですね、オークション会場で店長に、ね、走らせて、はい、特に売り買いもなく、すいません、帰らせていただくとかでございます。あ、あれはね、今止まってるロータスエリーゼですかね。かっこいいですね。何ナンバーですか？野田ナンバーですね。黒に金のラインで入ってるエリーゼ、かっこいいですね。オークション会社にエリーゼできて何をするんですかね。オークション日にわからないですけど、はい、まあ、余計なことでございました。はい、私ふとね、いつも思うのはスクーターですよ。スクーターって樹脂パーツいっぱい使ってるじゃないですか。で、未塗装の部分っていうのが結構あると思うんですが、その未塗装のその部分ですよね、あれがやっぱりこう日の下にね置いておくことによってこう色あせてくるじゃないですか。で、なんともこのみすぼらしいっていうかね、そういった状態になってしまう、うん。で、まあ、何を思うかっていうと、要はですね、それをこう、ね、設計して開発してる方がいらっしゃるんですよね。どのメーカーも、まあ、H 社も、Y 社も S 社も、そして他の、ね、国の、もそうだと思うんですが、そうするとね、その設計して開発してる人、ね、でメーカーの人で街中で見かけると思うんですよ。そういうみすぼらしくなった自分のところのね、オートバイを、っていうかオートバイというかスクーターですね。で、何とも思わないのかなって常々思うのですが、いかがでしょうか。もう一回作って売っちゃったらもう関係ないんですかね。もう次のもう気持ちはその次のやつに行っちゃってるのか、ね、でもなんかこう他のね、そういうの見た時に、あ、これはちょっとな。で、まあ、例えばほら、こかしちゃってるとか、で傷だらけになってるとか、そういうならまあしょうがないんですけど、まあ、そういうわけじゃないのに、その塗装、未塗装のその樹脂パーツがですね、こう白くなって粉吹いちゃってね、でそういうのを見て、あ、これはちょっとね、みすぼらしい、これはいかんとかね、うん、やっぱりこうそうならないようなものって作れないんですかね。木の下に置いといても色褪せない。だから塗装の部分だったらね、またちょっと違うと思うんですけど、それだったら全部塗装しちゃうとかね、そういうことをやっぱりこう開発者の方は思わないのかな。一回作ったらもうそれで終わりなのかな、ね、ふと思ったりするんでございます。皆さんはそういうこと思わないですかね。もちろんガレージに保管できる人、止めておく場所も常にその日がね当たらないところに止めておける方はまあいいですけど、やっぱりね、日の下にどうしても置かざるを得ないっていう人もいると思うんで、そういう時にね、こう色あせていくのをどのタイミングでああいう風になっちゃうんですかね。いつだん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 なっていくと思うんですけど、なんか白っぽくね、なんか粉吹くような状態になっちゃったりして、あ、これはなんかみすぼらしいなっていう、感じがするのは私だけでしょうか。ですのでね、できればメーカーの方にはそうならないような、外装のねオートバイ、まあ、スクーターでも、普通のオートバイでもそうですけど、そういうのを作っていただきたい。何年経っても色褪せません、そんなようなですねものを作っていただけるとちょっと嬉しいです。中古で取り扱うときね、あんまり素晴らしいとね、これ買えなきゃいけない、あれ買えなきゃいけないとかになっちゃうと、どうしてもねお金かかるんで、そうならないといいんじゃないかなって思ったりもします。またそれはね、その買ったお客様の、まあ、ある意味財産ですから、やっぱりね、その財産、ね、買ってすぐ値段がもうつかなくなっちゃうみたいなのはあまりにもね、ちょっと寂しいので、そのあたりをね、
やっていただけると嬉しいですが、いかがでしょうか。こんなところでバイク屋からの疑問、そしてちょっとした提案がございました。ありがとうございます。